大丈夫か？やるじゃねえか。新入りにしちゃ上出来。ハノルが暴走を始めたわ。何？コントロールは上から来てる。ここからはカットできないわ。どういうことだ？知らん、知らんのはじゃ何も知らん。炉心が崩壊したらチェルノブイリでは済まんのだぞ。シールドしてない者は口コマから出るな。全員上へ。ゼブラのコマンドをカットしろ。少佐、ここから防壁を破ってみる。急げ。バカだ、時間がねえ。俺も手伝う。あんたは新人をバックアップよ。行きなさい。わかった、後でな。大げさね。頼んだわよ。部長、少佐は反応炉で潜っている。あいつをカットする他の手は？ビルのコントロールルームを制圧しろ。それが一番確実だ。位置はどこです？地上97階ワンフロア全域だ。データを転送する。バト、俺はサブコントロールを探してみるぜ。そこから止められたら、お前にしては上出来だ。俺と新人はコントロールルームを制圧する。急げ、臨界まで時間がない。了解。バト、気をつけろよ。ああ、そっちもな。行くぞ新人。
標は最上階。直ちに追撃を。いたぞ、目標をキャッチ。バト、どうした？クソ、トラップだ。前期、階段からの追撃は不可能だ。了解、前期、スロープへと追撃経路を。トグさん、ショさん、こっちもやられました。走行不能です。新人、お前はダクトから最上階を目指せ。私はエレベーターシャフトから仕掛ける。いいわね？バト、トグサ、あんたたちで奴を阻止できない？敵は最上階だ。この位置じゃ無理だ。くそ、こっちもだ。あと5分あれば。新人、残った戦力はお前だけだ。工事エリアを抜け、最上階へ到達。ターゲットを阻止しろ。おい、俺の分も弾ばらまいてくれよ。最後まで油断するな。その手で型をつけるのよ。行け！Thank you.
じゃあ結局メガテクボディ社製の反応炉に欠陥があったわけ。沢村元技官はメガテク社の開発部から賄賂を受け取り欠陥を隠す計画を立てた。で爆破テロを装ったのか。まあそこまでは良かったんだが、ゼブラは反応炉を起動させて沢村から金をゆするつもりだったと。どいつもこいつもだく。しかしうちに声明文を流したのはやりすぎだったな。おかげで俺はレンちゃんの徹夜だったぞ。あれ喜んでたんじゃなかったの。まあ新人にはいい訓練になるでしょ。あなたセンスはまあまあだけど、プチコマの防御能力をあまり過信しないことね。厳しいね。近頃親父に似てきたよな。過信失礼。さあ降下訓練始めるわよ。